はい。どうやったらこんな子に育てられるんですか？あ、もうまさにですけど、はい、私、子育てをやめたんです。育てるのをやめたんですよ、彼を。はい、あ昔は、やっぱり、うん、あの、私、4年前まで教員だったんですね、小学校の。あ、そうなんですね。はいはい、でもうなるほど、子育てって社会性身につけさせることだと思っていて、うんうんうん、でもそれっ子がちょっと違っていて、うん、周りからいい評価を受けるために、うん、あこうなるほどね、私はね、はい、息子をよく思ってほしいから、はい、一生懸命ここを育ててたんですけど、はい、遅刻がいいっていうわけではないですよ、うんうん、でも本人のペースがすごくあって、うんうん、はい、自分のペースをこう乱されて心が乱れるぐらいだったら、うんうん、このペースをこう守ることの方が優先っていうか、はい、うん、ガチガチに私がこの導いてた時はですねあの育てようとしていた時は本当にうまくいかないというか、うん、全部逆方向だったんです。なるほど、はい、決まった型にはめたような、うんうん、まあ、逃げてっちゃうというか、うん、はい、なるほど、うまくいかなかったんですよ一本、はい、うん、ですごく関係悪かったんですけど、うん、その概念を外したことですかね、うん、そしたら自分で決めていくようになったんです。聞いてみてルイチ君はどうですか。お母さんは、はい、うん、結構うざく